は S&D です。今日はいろいろなスパイク練習を行っていきます。その練習はスパイクのステップ、力の入れ方、ミートの空間認識能力の練習と、それが終わったら実際にスパイクを打つ一連の練習となります。行うとスパイクに必要な能力が自然に身についてくるので、ぜひ毎回の練習に取り入れてみてください。スパイクは1日で身につけるのはなかなか難しいと思いますが、毎回意識して練習をすることで必ず上達するプレーだと思うので、諦めずにこの練習を継続して行ってみてください。おすすめ動画はこちらから、チャンネル登録はこちらから、インスタ、TikTok、
教えてください。